ファンタスティックスの堀夏樹です。今日は番組キャラクター作りの第2弾やっていきたいと思います。前回僕が描いた、まず最初に描いた堀パカくんがこちらです。まあ僕的には好きですけどね。これ僕 YouTube のコメント読んだんですよ。結構この初期型の堀パカくんのファン多かったですね意外と。で先生に教えてもらって進化バージョンで、前回第1弾はこれで着地してるんですよね一旦。ただなんかそもそも僕アルパカのこと全然知らないなと思ってしまいましたね前回。ということで今日は本物のアルパカに会いに行く。来た、アルパカに会えるんですか、はい、今日こそアルパカを本当に見て仲良くなってちゃんとキャラクターを完成できたらなと思います。しかも初めての外ロケですよね。ついに来ましたね外に、楽しみだな。ここですね、アルパカに会えるバルーン屋さん、アルパカに会えます。めちゃくちゃ楽しみですね。アルパカどこにいるんだろうな。あ、もうここもうなんか柵になってて、中にいるのかな。こっちアルパカ、なんで先生いるんすか。お手伝い、汗だく、なんかお待たせしてしまったみたいですみません。目が開かない、目が開かない。帰ってきました。あ、僕を、すげー、すごー、かわいい。タッチの100点満点中何点でしょうか。10点くらい。今日でチャンピオンのことすっごい好きになっちゃって、定期的に教えに来てもらってもいいですか。チャンピオンととにかくコミュニケーション取るのが楽しい。いや、びっくりだし、なんかまたでかくなってないですか。別になってない。いや、絶対腕立てしてたでしょ。してない。いやいや、パンパンっすもん。ちっちゃくて、今日ちっちゃい、今日 T シャツがちっちゃいし、丸に、似顔絵の2っすもん。すごい、今日もワールド全開ですね先生。よろしくお願いします。よろしく。やった、またこんなにすぐ会えると思ってなかったです。嬉しい。いや、これ入って早速でっかいアルパカ、すごいですねこれ。いろんな飾り付けでできてて、僕の身長とあんま変わんないから大きいんですよ。で、バルーンショップだからバルーンあると思ったら、こっちも棚も全部アルパカ、こっちも全部アルパカです。すごい、アルパカ今日描けそうですね。こんなにアルパカ見たら、アルパカのマスコットみたいな、はい、キャラクター化されてるんで。そうですね、パクれば描ける。いやいやいや、先生前回パクったらダメって言ってたじゃないですか。先生、僕の絵パクらないでくださいってずっと言ってたのに。でもこういう風にすれば確かに可愛く描ける。お手本に関わります。参考、参考。本当にアルパカにここで会えるんですか。はい、可愛いアルパカにといます。おー、でもバルーンショップなんですよね。はい、そうです。なんでバルーンのそのなんか活動をされてらっしゃるんですか。はい、そうです。あのバルーンのドレスだったり、ドレス、はい、大きな装飾だったり、はいはいはい、いろいろ作れます。すごいですね。世界大会で一応チャンピオン。世界大会でチャンピオン。はい、チャンピオン、はい、あれ先生、チャンピオンですよね。今日チャンピオンに挟まれてますね僕。入場券代わりにガチャガチャみたいにして、何が入ってるの。入場券と、あ、缶バッジが入ってますハリとラバン、かわいい。今から会えますから、ハリとラバン楽しみだ。チャンピオン、どういうバッジ出ました。単体ですか。単体です。僕でも2匹いるんで、
結構当たりじゃないですか。羨ましいですよね。じゃあ行きましょうか。あ、で、かわいい、本物だ、てか、アルパカだ。こんにちは。あ、めっちゃかわいい。あ、仲良さそう。めちゃくちゃ穏やかですね。近づいてもらってみて。ずっと眠そう。え、あとなんか思ってたよりスマートですね、なんか。はい、あのアルパカさん、はい、暑いのが苦手なので、はい、夏の前に毛刈りをしてサマーカニで。あ、だからこんなすっきり。はい、いや、なんか背中にハートもある。めっちゃ可愛い。バリン君がハートが一つで、はい、ラバン君が二つつけてます。ラバン君二つ。おー、近かった。おー、すごい、これ触っても大丈夫ですか。はい、おー、ふわふわ、ぬいぐるみみたい、すごい。チャンピオン、かわいい。かわいいっす。え、めちゃくちゃかわいい。鼻があれかな、シュッとしてるから。なんかこういう感じっすよ。そう感じだね。いや、いいんだけど、すげえいいよ。似てます。うん、あ、似てるか。結構寄せに行ってるんすよ。うん、寄ってるな。すっごい可愛いんだけど、本当に。どの辺が発見？もっとなんかボーンボーンってイメージだったんですけど、めちゃくちゃスタイルいいですね。足長い。あと本当におとなしい。癒し系ですよね。顔の方ふさふさ。ラバーン、ラバーン、暑いな、頑張れ頑張れ。近くで見ると可愛い系というよりなんかかっこいいですよね。イケメン。自分のこと言って。それも合わせてやっぱ似てるって言ってくれてんのかな。よし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 。モコモコのイメージだったんで、まあこれはこれで綺麗ですね。また冬のモコモコの時も見てみたいですね。これだよ、いくよ。ポンポンって、この手で、こっちの手で、あ、でもできそう。いける？こっちこっち。かわいすぎる。あげるあげる、全部食べろ。これこれこれ。あー、かわいい。食べてる顔やばいっすよ、これ。歯の出具合が僕と一緒だ。だから似てんのかな。心が通った気がしますね。よし、じゃあ、行きますか。本物のアルパカを観察したので、チャンピオン、早速描いていきましょうか。10分でできます。もう固まってるんで、僕、イメージが。よし。大サービス。10分経ちました。イメージしたものが描けなくて今悩んでます。顔は多分、顔はちょっとできたんですけど。どうですか。節分のお面みたい。節分のお面みたい。鬼っすよそれ。ねえ、まぶた怒ってるみたいに。あ、確かに見えちゃいますね。眠たそうに描くのってどうするんですか。丸描いてからこうした方が眠たそうですね。すごい、丸描いて。なるほどなるほど。あ、前髪いいじゃないですか。いいです、いいですか。面白い面白い。言わなくても分かってるじゃないですか。初めてチャンピオンに褒められたかもしれない。さあ、描き上がりました。25分ぐらい。だいたい25分、はい、思ったよりかかりましたね。でもそれくらいいいのできました。僕の描いたマスコットキャラクター、こちら、ドン。どうです、僕結構自信ありますよこれ。
だいぶポップな感じだし、前回教えてもらったちょっと僕っぽい前髪、あとアルパカっぽいめちゃくちゃ眠そうな目になって、生で見て僕はインスピレーション湧いてだいぶいいのができました。100点満点中何点ですか？10点。嘘つけ。10点これ。言われないとアルパカってわからないし言われても堀夏くんとはわからない。チャンピオンどうなんですか？じゃあ僕結構これチャンピオンに対抗できる絵だと思ってますよ。鉛筆で簡単にスケッチしただけですけど、いいですか？いいですよ。すごいな。で、一応これはみんなのイメージのアルパカで、こっちが今日のアルパカです。夏バージョンと冬バージョン描いたんですよね？そうです。すごい、すごいですね。やっぱチャンピオンだわ。なんかすいませんでした、失礼なこと言っちゃって、勢いで言っちゃったんですけど、もうあれもう、もう大丈夫です。とりあえず今日仕上げるということで、はい、どうする？今まで書き上げたやつと3パターンある。それを視聴者の投票っていうこと。あ、めちゃくちゃいいじゃないですか。僕的にはもう3つの絵はもう全部自分で描いてるんで愛着あるんで、もう選べないです。なんで皆さんに選んでもらいましょう。3つの中から選んでください。皆さんが好きなやつをぜひ投票してください。皆さんの投票で決まります。投票しました。あ、チャンピオンも投票してくれるそうです。チャンピオンのはちゃんと素材もらっといてください。じゃあ最後に今日お世話になった錦に見てもらいましょう。あ、めっちゃ興味津々じゃん。これ見て、今日ちょ見て、これ見て、いや、かい見て、これどう、見て見て、いい？あ、食べない食べない食べないね。あんまお気に召してないみたいです。どう？今日書いて。お、チュって今チュってしてくれました。あ、ちょっとラバン気に入ってないですね。ラバンこれ気に入ってないみたいです。これからも動画のコメント欄にて僕にやってほしいことだとか、皆さんのリクエストじゃんじゃんお待ちしています。どんどん投稿してください。そして皆さん今すぐチャンネル登録お願いします。